魔物娘と不思議な冒険にて強欲竜の古城への道をクリアすると、ストーリーも中盤に差し掛かりました。登場する魔物娘の種類も格段に増え、仲間に渡す装備である装飾品が登場したり、道中で会う先生の教えにより仲間に新たなスキルを覚えさせる強化、さらに一部持ち込み制限や特殊ルールも登場し、ゲーム性が大きく拡張されました。今回はストーリー中盤の攻略としてマクスウェル遺跡への道から、大王星の住処、不死鳥の頂で仲間にできるおすすめの仲間を紹介します。まず最初におすすめしたいのはクイーンスライムです。クイーンスライムはマクスウェル遺跡への道の8階から12階で会うことができます。MP が30以上ある時に仲間に誘うと MP を吸収させて仲間にできます。MP 吸収の絵面はややセンシティブですが、本作は12歳以上対象なので健全です。クイーンスライムは周囲3マス以内の相手にスライム投げで攻撃することができます。通路から部屋の中など、視界外にも投げるので索敵しつつ先制攻撃してくれます。部屋内、通路を問わず戦闘中の援護射撃にモンスターハウスへの外からの攻撃など幅広く活躍してくれます。ただし、アルラウネ系を怒らせてしまうので、アルラウネ系が登場する場合は封印推奨です。また、投擲物扱いなのでエアリアル系には当たらないことにも注意が必要です。次に紹介するのは猛暑棒です。猛暑棒はハーピーの上位種でマクスウェル遺跡への道13階から15階で会えます。猛暑棒は沈黙の歌により広範囲の相手を10ターン封印状態にできます。このスキルは、敵が部屋の外などの視界外にいても発動することもできます。厄介なスキル持ちの魔物娘が増えてきたところ、先手で封印状態にしてから戦えるので、戦闘の安定感が大きく上がります。ステータスも攻撃力がやや高めなので主人公と並んで戦えばしっかり活躍します。耐久は低めなので急接近を使う場合は孤立しないように注意しましょう。また、市長の17階から20階などには上位種のジャバボックが登場しますが、こちらは混乱の歌を歌うことで広範囲の敵をまとめて混乱状態にできます。モンスターハウスなどで大活躍しますが、このスキルの混乱は5ターンと短いので、逃げに専念するか、もう一度歌ってもらうなどうまく活用しましょう。余談ですが、沈黙の歌、混乱の歌などを時計のスキルについての小ネタとして、ゲーム設定の SE 音量を最小にすると効果が発動しなくなるという隠し要素があります。広範囲への状態異常対策が難しい場合は意外と有用な対策方法になりますので、知っておくと役に立つこともあります。次に紹介するのはボットフェアリーです。ボットフェアリーはマクスウェル遺跡への道の22階から24階で初登場しますが、仲間にできるのはクラフト機能が解禁されるま匠のアトリエ挑戦以降になります。クラフトではアイテムや素材を組み合わせ新しいアイテムを作り出すことができますが、これによりエリクサーを作り出してプレゼントすることで仲間にできます。ボットフェアリーの特徴は何と言ってもいつでも合成ができることです。ボットフェアリーの親密度が最大の状態でアイテムを2つ投げつけると合成してくれます。これは一種合成も可能なので、剣と果実や装飾品とお出話などの合成もできます。合成後は親密度が下がってしまうので、感謝と誠意を込めてプレゼントしてあげましょう。また、仲間にするのに必要なエリクサーの確保については、素材を持ち帰っても村の中ではクラフトすることができなかったので、1回の冒険中に必要素材を全て集めてクラフトすることが必須でしたが、 Steam 版は2024年9月6日のアップデートで村の中でもクラフトできるようになりました。エリクサーの必要素材はやや増えましたが、以前より圧倒的に作りやすくなっています。エリクサーに必要なアイテムは復活の実と、まあ、岩塩、スライムの余分、黄金の真水ですが、素材アイテムは魔物娘を説得することで種族ごとに決まったものを高確率で入手できます。エリクサーの必要素材を集めるならマクスウェル遺跡への道で全て揃います。スライムかクイーンスライムを説得してスライムの余分を確保、サハギンかスキュラを説得して黄金の真水を確保、ボットフェアリー自身を説得してまあ、岩塩を確保するのがおすすめです。ちなみに話に全く関係はありませんが、会話中や物知りの杖中は視点を動かせるので、上方向に視点移動することで壺の中の姿を覗き見る。次に紹介するのはグールです。グールは大王星の11階から13階や市長の13階から16階などに出現します。素手で殴り合っていれば仲間にできますが、倒してしまう場合は回復の杖など使いましょう。仲間としては極端に高い HP と高めの攻撃力と極端に低い防御力が目立ちます。さらに捨て身は現在 HP の 20% を消費して通常の 1.5 倍の威力で攻撃し、極端さが際立ちます。やや癖のある性能の前衛といったところですが、おすすめのポイントは即戦力としての優秀さです。特に不死鳥の頂は仲間を連れ込めないので、仲間は現地調達する必要がありますが、仲間にする方法が簡単で、すぐに戦力となるグールは即席前衛として活躍してくれます。 HP の消耗は激しいので、複数人仲間にして交代で戦ってもらうのも良いでしょう。次に紹介するのはアルテミスです。アルテミスは大王星の25階から27階などに出現し、カイネ5000以上の腕輪を渡すことで仲間にできます。
アルテミスは癒しの鱗粉により自分を含めた広範囲の味方を回復できます。毎ターン終了時に最大 HP の 5% ずつ回復し、15ターン続くので計 75% 回復できますが、特筆すべきは消費 SP がたったの14という回復スキルとしては最高のコスパになります。そのコスパの良さは、パンが拾えなくてもしばらくは粉を吸ってしのげるほどに強力です。継続回復という性質上速攻性はないので、即座に回復したい場合には向きませんが、戦後手当に普段使いの回復手段としてはこれ一つでこと足りるほど優秀な回復薬なので、今回紹介する中でも特に仲間にしたい子です。またアルテミスより先に回収のモスがマックスウェル遺跡への道で登場しますが、こちらは麻酔の鱗粉という効果の全く異なるスキルを所持しています。こちらもかなり優秀なスキルですが、モスはもう少し先でより進化を発揮するので、モスについては次回後編で触れたいと思います。次に紹介するのはインプです。インプは不死鳥の13階から16階に出現します。仲間にするには泥棒することが必須なので、普段泥棒をしない方には難しいですが、適当なアイテムを階段近くに置いておき、敵インプに誘導して立たせた後に一時しのぎの杖を水晶や氷柱に反射させて階段に飛べば比較的簡単に泥棒できます。どうしても泥棒が難しい場合は、仲間にした直後にそのまま力尽きるか諦めるを選択すると、冒険は失敗になるものの、強引に村に連れて帰ることもできるので、仲間にしたいだけなら最後の手段として使うこともできます。性能としては、落ちているアイテムや投げられたアイテム、飛んできた矢などを近くの敵に投げつけるスキルを持っていますが、インプが進化を発揮するのは識別能力です。仲間のインプに識別のアイテムを投げると、なんとそのアイテムの正体を教えてくれます。呪い産むやつへの回数まではわからないものの、あらゆるアイテムを識別する能力は唯一無二で、中盤以降のダンジョン攻略において相当な助けになってくれます。投げつけたアイテムはそのまま味方や敵に投げ返されてしまいますが、下手投げの腕輪を合成した装飾品を持たせれば、投げたアイテムが当たらずに床に落ちるので、アイテム識別要員になってもらうなら用意しておくととても便利になります。この識別能力はアイテム返しとアイテム知識によるものなので、回収の脳家も先生からアイテム知識を教われば識別要員にできます。また大妖精には上位種のブラウニーもいますが、アイテム使いで魔法書を読めてしまうので、識別してもらおうと投げた魔法書をそのまま読まれてしまうので注意が必要です。そして前編で紹介した魔物娘たちにも続々と上位種が登場するようになってきます。ほとんどの魔物娘は上位種になるとスキルが追加強化されていて、使用感も大きく変わってきますので、ぜひお気に入りの子を探してみてください。以上でストーリー中盤攻略としてのおすすめの仲間の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。